日ごとの糧、2024年1月8日。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、イザヤ書9章2節。土地は、たびたびその上に降る雨を吸い込んで、耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら、神の祝福を受けます。ヘブライ人への手紙。6章7節。収穫の喜びというのは格別ですよね。神様からの収穫、神様からの祝福の中には、私たちの心を躍らせるような喜び、感謝、あるいは私たちが心から楽しめる様々な出来事が含まれていると思います。私たちは神様を喜び楽しみ、収穫を喜び楽しみ、人間関係を喜び楽しみ、また様々な趣味や仕事、思考、それらのものを喜び楽しむ、あるいは自然界のさまざまな美しさを喜び楽しむことが神様からの恵みとして与えられています。私たちが喜び楽しむことを神様は決して叱責なさらないと思います。喜びや楽しみは私たちの心を前向きにさせ、表情も明るくさせてくれます。昨日も礼拝の場面で礼拝が楽しいと伝えてくださった方、聖餐式は本当に嬉しかったと教えてくださった方、礼拝に参加してなんだか実家に戻ってきたような気分だと喜んでおられた方など、いろいろ喜び楽しみということを礼拝の中に発見した方々にお会いしました。嬉しいなと思いました。喜び楽しむということは神様からの祝福な大きな大きな一部なんですよね。今日も喜びながら今日一日を過ごしたいと思います。今日成人の日ですね。成人式を迎える皆様、あるいは成人式を迎える息子さんや娘さん、あるいはお孫さんをお持ちの方々、心からおめでとう申し上げたいと思います。良い一日になりますように。されて
ただ